ューサーさん。私、今のままでアイドルとしてやっていけるんでしょうか。私って、はっきり言って、どんくさいですよね。いいんですよ、無理してフォローしてくれなくても。私っておっちょこちょいだし、すぐに転んじゃったりしますよね。アイドルとしてこのままじゃいけないって思って、友達と作戦を立ててみたんです。題して、Haruka16歳ドジからの卒業。まずは反射神経を鍛えるために何かいいトレーニングがないかと思って、あっち向いてホイを猛特訓することにしたんです。はい、あっち向いてホイって。それで友達と百戦してみたら、私なんと一勝もできなくて100連敗しちゃったんです。私ってこんなに鈍かったんですね。自分でも情けないです。そうなんでしょうか。それにしても100連敗って行き過ぎですよね。プロデューサーさん、私こんな自分をどうにかして変えたいんです。お願いします、私と勝負してくれませんか。あっち向いてホイで。プロデューサーさんに勝てればきっと私自信が持てると思うんです。だから一回だけ真剣勝負してください。じゃあ行きますよ。プロデューサーさんは指さす方向を決めてくださいね。せーの、あっち向いてほい。わあ、勝ちましたよ。嘘みたい、勝っちゃいました。嬉しいです。今日のことは一生忘れないかも。ちっとも大げさじゃありません。100回負けたらどんなにショックか。でもよかった、これでやっと人並みになれた気がします。私でも勝てることあるんだ。きっと100連敗の時は運が悪かったんですね。はい、ご心配かけてすみませんでした。これでまたいつもの私に戻れそうです。ありがとうございました。